どうも、はじめでーす。YouTube の魅力をね、若手 YouTuber、定員 YouTuber って言葉はちょっと嫌いなんで、まあ、その若手 YouTuber の僕が、若手 YouTuber って言ってもね、前のチャンネル開設してもう5年経つんですけど、YouTube 見てる時間はすっごい人一倍あるよね。まあ、メグイン TV しか見てないけど、いやー、やべえんだよ、俺、全然。ホジャスタとかも見てねえし、ね、あのノーブランド、今で言う、昔の時代も見てないから、俺、YouTube 語れないんすよ。なんでかって、頭足らず、まあ、血遅れだったんすよね。いや、本当に頭悪くて、メグイン TV さん以外見れなかったんすよ。やばいなって思ってね。まあ、それだからね、頭がもうちょっと良かったら、まあ、検索とかもできてたけど、その頃ね、キーボードさえ打てなかったんでね。はぁみたいな感じだったんで。なんかそのキーボード表のローマ字表を見ないと俺、キーボード打てなかったんですよ。パソコンだからね。スマホなかったから。持ってたけど、まあ、ほぼ電話。パチパチできる電話みたいな感じですよ。YouTube の良さって言ったら手軽さ。誰でもできるよね。面白いことが誰でもできるってわけじゃなくて、動画投稿なんて簡単っすよ。ピコン。ピコン、ピュッ、シュッシュッ、投稿完了みたいな感じだから。そんなに Google アカウント取るのもそんなにね、難しくないし。すぐできちゃう。やろうと思ったその日に。それが YouTube の良さ。ババーンって言っていいよね。編集入れんだけど。入れねえよ！まあね。まあ、それが良さだよね。でもあともう一つ、その手軽さゆえに、じゃあお前もやってみろよが通じちゃうんですよ、YouTube って。それが強い。じゃああなたもやってみなさいよが通用する職業っていうのは YouTube だけど、まあ、職業で食っていける人って一握りって言いますけどね。言い出したらキリがねえや、そんなもんよ。まず生きてるだけで一握りなんだよ。夢がねえなって思いますけどね。何でも一握りって。何やねんそれ。バカな一つ覚えみたいに。いやー、バカな一つ覚えをバカな一つ覚えみたいに言う、はじまきよしろです。いや、まあそんな感じで、本当にはね、すごいですよ。楽しい。YouTube の良さってやっぱ普通にね、音楽がいっぱいある。YouTuber って職業だけど、ね、良さって言われてもね、ちょっと今眠いんだ！寝る！